ザップ、ちょっと待ってよ。え？ごめん、ザップ。ちょっといいかな。聞きたいことがあるんだ。ああ、ええけど。僕に聞きたいことって、一体何やの？私たち、シルバーを殺した犯人を捕まえようと思ってるの。勇ましくてええな。で、犯人は誰やと思ってんの？それがわからないから調査してるの。一応確認なんだけど、自由行動の時、どこに行ってたのか聞いていい？僕は一人で写真を撮りに行っとったで。撮った写真も見せた方がええか？シルバーには何か殺されるような理由があったと思う？僕が知る限りではないな。軽い男やったけど悪いやつやなかった。そっか。それとね、あのカードのことなんだけど。みやこちゃんも僕を疑ってんのやな。シルバーがあれを手に持ってたことはきっと何か意味があると思うの。心当たりはない？僕は犯人が僕に罪をなすりつけるために逃げ出したんやと思う。そうすると犯人はあのカードが元はあなたのものだったことを知っていた人物ということになるわね。とにかく僕を疑うのは時間の無駄やで。もうええやろ。あ、うん、ありがとう。ちょっとこっちへ来てもらえるかな。あ、ああ。シルバーが死んだこと、やっぱりショックだった。ショックに決まってるだろう。会ったのは今日が初めてでも、3ヶ月ずっと一緒にやってきた仲間だからな。シルバーが誰かに恨まれていたとか、何か知ってることはない？そんなことを聞いてどうする？探偵ごっこでもするつもりなのか？探偵ごっこなんかじゃないわ。私は真剣にシルバーを殺した犯人を捕まえたいのよ。おお、そりゃご苦労なことで。ま、頑張れよ。ちょっと待ってよ。みやびだってシルバーを殺した犯人が誰なのか突き止めたいと思うだろ。シルバーを殺した犯人ね。普通に考えればこのメンバーの中にいると考えた方がいいだろうな。もちろん俺のことも疑っているんだろ。そうよ。橘さん。だからその疑いを晴らすためにも知っていることを話してほしいの。あ、ちょっと悪い。
あのさ、僕とコーヒーを飲んでた時、突然いなくなったよね。あれ、どこに行ってたの？ああ、あれか。知り合いに似た人が歩いていたから追いかけただけだ。残念ながら別人だったけどな。シルバーが殺された理由に何か心当たりはある？メンバーの誰かに恨まれていたとかそういうのはなかったな。チャット以外の交友関係は全く知らないから、そっちで何かあったとしても俺にはわからない。シルバーが持ってたあの2枚のカードの意味は何だと思う？さあな。普通に考えたらあのカードをシルバーに渡したザップが怪しいんじゃないのか？次はヤマトさんから話を聞いてみようか。ヤマトさん、ちょっといいかな？少しの時間だけでいいんだ。うん、いいよ。さっきはびっくりしたね。びっくりなんてもんじゃないわよ！まさか、あんな…あ、ごめん、大声出して。私、シルバーに会えて嬉しかった。みんなに会えて嬉しかったのに、誰がこんな。何か心当たりはない？シルバーが誰かに恨まれていたとか。そんなのないよ！みんな仲良かったし。誰かに間違われたとか。きっとそうだよね。私たちは関係ないよね。そういう可能性もあるわ。だからあなたの知っていることを話してほしいの。彼を発見した時のことを教えてほしいんだけど。あの時、私、上から急に落ちてきた生首に驚いて、どっちに逃げたかもよく覚えてないんだけど、とにかく別の場所に行きたくて、すぐそばにあったドアを開けたの。そしたら、最初、暗くてよく見えなかったの。またエキストラか何かで突然立ち上がって驚かせるつもりなんじゃないかって思ってた。だけどよく見たら着ている服がシルバーとそっくりで。近づいたら本人だった。ヤマトさん、あのシルバーが手に持っていたカードについてはどう思う？わからないよ、そんなの。ザップにもらったカードってだけでしょ。ありがとう。もういいよ。なんか決め手に欠けるわね。あら、まだいらしたんですか？皆さんからの聴取はさっきので済んでますから、ご自由になさって構いませんよ。
や、そのちょっと。あ、すいません、ちょっと失礼します。はいはい、了解しました。すみません、お待たせしました。なんだか忙しそうですね。どうして美和子さんがここまでやってきたんですか？さすが直人様のご親戚ですわね。実は。1ヶ月前に起きた公園での爆破事件、ご存知ですか？私はその事件を調査しているんですが、さまざまな情報からどうやら複数の人間による犯行ということが分かってきまして、それもチャットで盛り上がって犯行に及んだとか。あ、今聞いたことは忘れてくださいね。チャット、どうかしたんですか？宮子さん、彼らは…そうですか、ありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。あ、はい、直人様にお会いしましたら私のことぜひお伝えくださいますね。なんだよ急に。めぐるくん、これはチャンスよ。私たちは警察の知らない情報を持ってるのよ。警察が事実に気づく前に私たちが犯人を見つけるのよ。早速犯人探しよ。でもどうするの？ほとんど手がかりないじゃない。それはめぐるくんに決めさせてあげるわ。え、僕に？早い話、何も思いつかないわけね。うっさいわね。ほら、いいから考えてよ。やっぱりもう一度現場に戻って調べてみる？そうね、まだ現場に何か残ってるかもしれないわ。ちょっと、これじゃ入れないんじゃない？何言ってるのよ、ここまで来たんだから行くしかないでしょ。でも、あの騒ぎじゃ入れっこないよ。だから、どうやってあの中に入るのかを今から考えるんじゃない。こういう時は、案外平然とした顔で入ってしまえば気づかれたりしないものよ。ちょっと忍ぶ！
どの扉だっけ。真ん中の扉だったんじゃない？左の扉だったんじゃないかしら。でも、初めは右に行ったような気がするんだけど。真ん中！いいえ、左よ。でもやっぱり右のような。ああもう、こんなところで時間かけてる場合じゃないわ。じゃんけんで決めましょう。じゃんけんで。わかったよ。それじゃあ、じゃんけんぽい。ん？どうやらおじさんの勝ちだな。じゃあ、君たちにはおじさんの言うことを聞いてもらおうかな。とりあえず、場所を変えて詳しく話を聞かせてもらおうか。ちょっと待ってください。ったく、お前たちは遊びじゃないんだからな。遊びじゃないです。私たちは真相を解明しようと。それは我々の仕事なんだよ。探偵ごっこじゃないんだ。毎度おなじみ、都のワトソン君適性診断よ。さーて、今回は一体どんな結果になるのかしら。それじゃあ、早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。先行き不安な評価だわ。あまり期待できそうにないけど、次の判断力評価に行ってみましょうか。予想通りの評価ね。もうまるで期待できそうにないけど、一応最終評価の適性も見ておきましょうか。このままじゃダメね。もしかすると助手見習いに降格される日も近いんじゃない？ほんと、最低の評価成績ね。ここまで来ると表彰ものだわ。それはそうと、あなた、肝心なところで重大な転機を見逃してしまっていたわ。次からは注意した方がいいわよ。まあ、何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね。バイバイ。Thank you.